米不足が解消されつつある一方で、依然米が足りない状況が続いているのが子ども食堂です。経済的に困窮する家庭に配る米がなく、さらなる寄付を呼びかけています。新潟市東区のお花食堂。 NPO が運営し、毎週水曜日に弁当を提供しています。この日は80人前の弁当を作るため、5台の炊飯器を使って40合を炊きました。米や野菜などの食材はほとんど個人や会社からの寄付で賄っています。米と、あとそういう野菜とか、あのお肉とか、そういう子供、まあ、食べ盛りに、ね、子どもたちに食べさせてあげたいっていう。1回で10キロ使用する米。さらに経済的に困窮する家庭には直接米を届ける取り組みも行っています。3合とか1回の炊ける量を配るっていうのもしていて、それが50世帯分とか、そういうふうにお届けしたりするとすぐなくなってしまうので。板倉さんによると、今年に入ってから米の寄付が減っていて、弁当分の米はなんとか確保できているものの、配る米がないと言います。一人親で、例えば4人お子さんがいらっしゃるとか、5人お子さんがいらっしゃると、本当すぐなくなるって毎日のことなので、そういう家庭にはもうそのまま食堂に行っていただいたお米を30キロお渡ししたりとか、10キロお渡ししたりっていうのをやってきたんですけど、今そういうことはできなくなりました。完全に子ども食堂を定期的に利用している母親は、ご飯作るの大変な時は助かってます。物価が上がってるので、パントリーで食材をいただけるとすごく助かります。お花食堂では米や野菜、肉などのさらなる寄付を呼びかけています。お母さんと子どもたちが笑顔になる一食をこれからも届けていきたいと思ってます。お花食堂では毎週水曜日に東区プラザ調理室で弁当を提供しています。事前に予約が必要で、お花食堂まで連絡してほしいと話しています。